ようこそディズニーシートランジットスチーマーラインへ。皆さんどうやらジャングルの冒険から無事に生還できたようだね。この船はメディテレーニアンハーバーまで皆さんを案内します。船が動いている間は立ち上がったり手を外に出したりしないようにね。コースト、左舷、つまり皆さんの左手に見えるあの大きな砦、あれはシンドバッドの7つの航海への出発地。伝説の船乗りと一緒に冒険に満ちた航海地ジーニーと会えるかもしれないね。をやっていると人魚の話をよく聞くんだがね、人魚というのは決して作り話じゃないんだよ。右舷にあるのはマーメイドラグーン。トリトンの城の中に入っていくと、そこには海底の世界が広がっていて、アリエルと海の仲間たちが迎えてくれる。メディテレーニアンハーバーにやってきた。前方の建物はホテルミラコスタ。メディテレーニアンハーバーが誇る豪華なホテルだ。皆さん、もうすぐメディテレーニアン ラインへ。これからロストリバーデルタにあるジャングルの村まで皆さんを案内します。船が動いている間は立ち上がったり手を外に出したりしないようにね。さて、左舷、つまり皆さんの左手に見えるのはホテルミラコスタ。メディテレーニアンハーバーが誇る豪華なホテルだ。この港町はポルトパラディーゾと呼ばれていてね、本当に気のいい連中ばかりが出迎えてくれるんだよ。それから前方の港はエクスプローラーズランディングといって、かつて勇気ある探検家たちが新しい世界を求めて航海に旅立ったところなんだ。発生や要塞の中をじっくり探検してみると面白いだろうね。この橋はフォンテベッキオ。ここを通り抜けるとメディテレーニアンハーバーとはお別れだ。いいよママよ。発祥って聞いたらママ。
ウォーターフロントにやってきた。左舷に広がるのはニューヨークの港だ。蒸気船や発船、毎日いろんな船が出入りしている。世界中どこを探したってこんなに忙しい港はあるんだろうね。左舷前方の大きくてと見えてきた。ここはケープコット。この村では漁業はまさに生活そのものだ。この辺りの海では冷たい水を好む魚、特にタラがよく取れる。ケープコットのコット、これはタラっていう意味なんだよ。休憩できたことないで。